待ってくれ。どうしたのお母さん。ご遺体はどなたがどちらの場所で発見されたんですか。高平君が裏の森の中で見つけたんです。警察には連絡なさったんですか。するわけないでしょう。沢渡宝介の会長の三女が自殺だなんて格好のゴシップネタじゃないですか。なるべくことを穏便に済ませたいですからね。死亡診断書もうちの主治医の先生に無理やりお願いして書いてもらったんです。もしかしたら自殺やないかもしれません。首にかきむした傷跡が残ってます。覚悟の自殺やったらこれだけひどくは。そう言われてみればこの首の締まった跡も変ですよね。真横についてます。首吊り自殺だとすればこの耳の後ろに向かってつくはずです。つまり何が言いたいの。自殺やのうて他殺ということだす。そしてあなたは自殺に見せかけるため偽装した。